こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はですね、中国仕入れに行く前に、ちょっと現金も、少しは持ってた方がいいかなということで、オーストラリアドルで1200ドルほど中国元に変えました。1200ドルがですね、5980元になったと。大体5倍ですね。札束の量が増えます。こんな感じですね。これ端数で100元、だいたい1700ちょい、1750円ぐらいですかね。100元両替レートから計算すると、でオーストラリアドル、だいたい100ドル、8700円ぐらいと、約5倍に増えて、物価もね、5分の1ぐらいならいいんですけど、どんなもんでしょうか。また中国入りしたらですね、レポートしたいと思います。